かつて人斬りと呼ばれながらも新時代のために戦い、もう二度と誰も斬らないと誓った男。しかし彼には恐るべき一人の後継者がいた。あの動乱の時代に時計を逆戻りさせようじゃねえか。獅子雄が京都で暗躍している。奴の狙いはただ一つ、維新政府の転覆だ。奴を止めることは拙者の役目。今までありがとう、そしてさよなら。日村が動かねばこの国は滅びる。この先確実に日本の迷走が始まる。必ず帰るでござる。ようやく会えたな。決着をつけるぞ。セルデイテンピエン채널 CGV